さんこんにちは、森えりです。はい、画角が曲がってる、すごく曲がってる、こっちが正解。はい、大丈夫です、歯が痛い。今日はゴーレワンデーのアイスピンクになります。はい、めっちゃ発色が良くって、あのクオーレシリーズは私いつもなんだろうな、グレーとかそっち系、ヘーゼル系を使ってるんですけど、初めてピンクを買いました。唯一ピンクのコンタクトで使ったことがあるのが、この今これね、クオーレワンデーと、あとあのエバーカラーワンデーのピンクと、あとジェムのピンクしか使ったことがないんですよね。なのでこれ今回は紹介していきたいと思います。まあ、発色はすごくいいので、あとは本当にベースカーブとか、あと DIA の相性だと思います。こんな感じになってます。すごくピンクって感じので、縁が意外とね大きそうで、ピンクの部分の方が比率は大きいですね。つけててもあのすごいなんていうの、こうぐるぐるしてもあの黒の縁は見えなくて、ピンクも特にまあ見えないんですけど、なんかこうたまにさあるんですよね、やっぱサークルとかでもなんかこうすっごい黒が邪魔になってなんか見えねえみたいな時あるんですけど、これは全然邪魔にならないです。ベースカーブがちょっと大きめなんですよね、 8.8。 私がいつも使ってるのは 8.6 で、まあ、相性がいいっていうのが 8.6 なんですけれども、確かにちょっとベースカーブが大きいというか、なんかこう曲がりがちょっと違うので、カーブがちょっと違うので、ボコボコ感は確かにあるんです。私これね、まあ他の種類にもよると思うんですけど、やっぱり私は 8.6 が一番ちょうどいいかなっていう感じで、 8.8 はねちょっとこの上の部分がなんかこうやっぱりこう覆いかぶさってる感はありますね。別に邪魔にはなってないんだけど、視界には。ただこうつけてて、なんか最初は持つまで違和感があるかもしれない、ある人は。私はある人だった。で DIA が 14.5 なのでちょっと大きいですね。私がつけてた前、まあ、いつも使ってるリルムーンとかも 14.5 とかだった気がします。間違ってたらごめんなさい。思ってた以上に発色が良かったですね。紫寄りなのかなと思ってたら本当にピンクって感じのピンク、はい、になります。過去のコンタクトの URL は下の概要欄に随時貼ってありますので、皆さんよかったら見てみてください。ということで森ありでした。せーの、おつあり、バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。おかげさまでチャンネル登録者さん4万人を突破いたしました。ありがとうございます。いやー、5年行く前に4万人という数字が見れて嬉しいです。5年目なので今年は5万人を目指して頑張っていきたいと思います。チャンネル登録ボタンはこちらに用意しておきます。そして過去の動画はここら辺に用意しておきます。はい、今回のはねすごくなんだろうな、まあ馴染んではいますね。ハーフ系とかそういうわけでもなく原宿系になるんですかね。はい、ということでぜひ皆さん使ってみてください。森えりでした。バイバーイ。